エクセルシオール。作品十三は、ビルヘルム・ステーン・ハンマルが作曲した演奏海洋序曲。当楽曲は1896年に作曲されたもので、ステーン・ハンマルが作曲家として残してきた作品の中では、初期の作品に属するものとされている。1892年にピアニストとしてデビューした直後に改めてピアノを学ぶためベルリンに渡航したステーン・ハンマルは、 そこで創作活動を開始。ドイツロマン派の影響を受ける中で民謡からの引用を避けつつも北欧特有の色彩を持たせるという彼独自の作風を確立させていった。作曲家としての出世作となったピアノ競奏曲第1番作品1を自身のピアノにて初演してから約2年経過した1896年に書き上げられた当楽曲は メンデルスゾーンやワーグナー、ブラームス等を彷彿とさせるような作りとなっており、ドイツ音楽の影響を色濃く受けているということができる。初演は、作品完成当年である1896年の12月28日に、コペンハーゲンにおいて、アルトゥルニキシュ式ベルリンフィルハーモニー管弦楽団によって行われ、当楽曲は同楽団に検定されている。そして、この翌年、 1897年には当楽曲を含むプログラムが組まれた演奏会でステーンハンマル自身の指揮者としてのデビューを果たすこととなった。当楽曲の演奏に必要な還元楽編成の内容を以下にて示す。なお、演奏時間は13分程度となっている。当楽曲の題名、エクセルシオールは日本語で高みに向かってや天の高みに登らん。 意図高きところへとうと訳される。希望にあふれた未来に向かって、情熱を燃やし続け、高みに向かって進まんとする若きステーンハンマルの思いが反映していることを示唆するものとなっている。実際、譜面の至るところで、情熱的にという指示表記が見られ、穏やかに奏でる箇所であってもどこか情熱に向かう、エネルギーを内包しているかのごとくに音楽が、次から次へと湧き上がるよう描かれている。 そうした高みを目指す意志の強さが、題名の末尾につけられた。に現れていると指摘されている。なお、当楽曲のスコア冒頭には、ドイツの詩人、ゲーテのファウストからの一節が記されている。その一節とは、ファウストがメフィストフェデスに会う前に弟子に、人の思いはより高いところへと向かうと話して、聞かせるという場面のもので、空の光に消えるりや、急上昇する。 和紙等の語句が含まれているという。曲は冒頭に記されている速度指示表記。来電シャフトリッシュベベイクと落ちで行くがごとく、木管が奏でる三連音に乗っかるかのように出現する弦楽器による激しい主題から始まる。ついで、木管による徐々味を帯びたもう一つの主題が登場する。この穏やかなもう一つの主題は、木管から弦楽へと様々に受け継がれ。 その中で徐々に、また熱気を帯びてくる。二つの主題は、緊張感を保ちながら繰り返し展開され、バイオリン独奏を挟みつつ、紅葉と沈静を繰り返していく。そして、冒頭に登場した一つ目の主題が広がりを持った、明るい形で再現され、最後は金管を中心に未来を見据えるがのごとくに、響かせて曲は閉じられる。ありがとうございます。